マリホーやりました、連敗ストップでやったぜ。やりました。すみません、今日ちょっと配信できなかったんですけどね、ちょっと帰ってきまして嬉しい。もう今終わったばっかりなんですけど、終わって2秒ぐらいでポンと押しましたよ。もうね、それぐらいの気合でね。うわ、嬉しいっすね、やりましたね。ちょっと試合、いや、8月18日ね、楽天対ロッテ、ちょっと書いてないですけど、4対1でロッテの勝利ということで、ありがとうございます。なんといっても種市投手が、いやー本当にピッチャー苦しい中ね、8回1失点最高でしたね。さあ、そしてなんといってあとキャプテンがね、もうまあちょっとヒットね先に出たんですよ。なかなか苦しかったキャプテンが3打2打点、まあこのホームラン、久々のホームラン、ちょっと調べたんですけどね、ちょっと僕が調べるの遅すぎて、いつ以来っていうのはちょっと分かんないんですけど、ホームラン久々のね。そしてまあなかなかの点が取れなかった中、ね、今日は2回に3回か4番ポラちゃんのタイムリーヒット、そしてブロッソー選手ね、相変わらずちょっと得点圏打率は0割かもしれないですけど、こういうところで犠牲フライね、貴重な打点を稼いでくれて、あと1、2番がね今日はね2安打。やっぱりこの小木ちゃん、藤岡さん、1、2番は一番現状でね良さそうですね。まあ、友杉選手も打率いいんであれなんですけど、現状この1、2番がなんか一番ね安定感はあるかなっていうのはちょっと思いましたね。まあちょっと初回からね、初回もチャンスだったんですよね。ワンアウトから藤岡選手がライト前ヒット、そして中村選手がレフト前ヒットでね、1、3塁、ワンアウト1、3塁でね、ポランコ選手が初球打つんですけどね、まさかのショートフライ、そしてねブロッソ選手センターフライ、もうどん詰まりがね、もう皆さん昨日一昨日はよぎったと思います。僕もちょっと最初の方ちょっと見れてたんですけど、よぎりましたね。そして逆に1回、先頭辰巳選手にセンター前ヒットで、小深田選手ね 2-3 まで行って、ちょっとうわ種市選手やっぱ初回大丈夫かなっていう中で、この、ね、最後空振り三振取って、そして辰巳選手も走ってたところ柿沼選手が刺しましたね。これはビッグプレーでしたね。そう、そして大郷選手もセンターフライということでね、球数はちょっと初回ねやっぱ20球ぐらい使っちゃったんですけど、3人で抑えてよかったです。そして2回もね、先頭安田選手が出たんですけど、その後3人ね打てず、山口選手のファールフライは大郷選手がね、ナイスキャッチだったんですけどね。さあ、種井選手2回はツーアウトからヒット打たれるんですけど、ここも抑えます。そして3回です、先頭小木ちゃんが今日2安打目の、あ、2安打目じゃないか、今日1安打目のセンター前ヒット、藤岡選手倒れるんですけど、中村選手がライト前ヒットで1、3塁、また1回とね同じような状況を作って、ポランコ選手がライトのタイムリー、もう昨日までの呪縛がね。そしてブロッソ選手が、犠牲フライ、まあ、これはね5番打者として素晴らしい仕事ですね。2点取りました。これはでかかったっすね。そしてその後ね、3回も、ツーアウトからランナー出すんですけど、小深田選手をライトフライというのね、ツーアウトから出す分にはね、本当にいいんで。そう、そして4回は、種ちゃんは、3、4、5だったんですけど、これも、小郷、浅村、阿部選手をね、3人で切ります。そして5回、小木ちゃんセンター前ヒット、藤岡選手センター前ヒットで、1、2塁、1、3塁か。また1、3塁。この1、2番すごいですね。上位打線。ね、タコだったんですけど、中村選手空振り三振、プランコ選手空振り三振、ね、ブロッソ選手の時に、藤岡選手盗塁するんですけども、ブロッソ選手サードゴロとかで、なんかロッテ野球、またロッテ野球やってましたね逆に5回ね、ノーアウトから岡島選手、一応ロッテ戦ね、ヒット今日2本目岡島選手やっぱね打つんですよね、ロッテ戦ツーベースだったんですけど、フランコ選手はね、サードゴロで、ワンアウト二塁で山崎選手をセカンドゴロで、ツーアウト三塁で、住谷選手を見逃し三振とかです。粘りのピッチングです。素晴らしいです。そうね。まあ、6回も三者凡退で抑えて、7回か。7回ね。小木ちゃんが、ピッチャー内選手に代わって、フランコ選手悪送球になってね、一塁に出塁します。これで今日3回目の出塁。藤岡選手、バント成功した後のキャプテンがね、ホームラン。これはいつ以来なんですか、うん、ね。今日はでもね、1打席目からいいショートオーバーの当たりもしてましたし、素晴らしい、これは貴重な1点でしたね。
そう、素晴らしかった。そして7回もまた4、5、6を3人で抑えてね、5番、6番三振で抑えて、見逃し見逃しみたいなね。そして8回、8回ね、種市さん言ったんですけども、8回ね、逆にね、代打の鈴木大選手ライト前ヒットワンアウトから打たれ、そして島内さん代打ね、打たれ1、2塁で、ツーアウト1、3塁から小深田選手にタイムリー内野安打、中村選手の悪送球も絡んだのかなね。まあここで1点取られましたね。まあただこの後ね、大郷選手をレフトフライに抑えて9回に行きますね。9回ね、もう1点ぐらい取ってほしいなってロッと思ってたらね、あのピッチャー伊藤真央選手、あのジジイ佐藤さんが湯切り進化、湯切りなんだっけ、湯切り進化ね、というのを名付けた伊藤真央選手だったんですけど、初年オカピに、途中から出たオカピにちょっと1球も入らずフォアボールで、藤岡選手追い込まれながらもデッドボールで、中でね、中村選手がバントしたんですが、これがちょっと強すぎてファースト阿部選手がサード投げて三塁アウトで、ピッチャー高田選手に代わって、高田かな、ポランコ選手がセンターフライ、ブロッソー選手がセカンドゴロで、ロッテ野球が随所に見られる最近のロッテ野球、もうちょっと点欲しかったですけどね。そして9回、増田選手、センター浅村選手ライト前ヒット、阿部選手ね、いい当たりかなと思ったんですけど、これレフトフライ、もうちょっと伸びてたら怖かったですね。岡島選手は三振取ってね、わあ、ツーアウト一塁いけるっしょと思ったら、フランコ選手にセンター前ヒット一、二塁、村林選手の時ワイドピッチ二、三塁ね。で最後はなんとか最後ボール球ね、で空振り三振ということで、ちょっと最後怖かったな、最後怖かったっすね。ね、でもまあ0点に抑えて、まあ抑えればね、まあ点取られても勝てばいいんで、種市投手は10勝目ですね。初じゃないですか。で増田選手も30セーブ目ということ、よし、何よりまあ勝ったことがね、素晴らしいです。本当にありがとうございます。皆さん、ちょっと配信できなくてね、けどちょっと配信するよみたいな、ちらつかせながらも配信できなくて申し訳ないんですけど、今ね、あと日本ハムとオリックスが1対1で10回裏まで行ってるんで、ちょっと今オリックスの攻撃なんですが、ちょっと日本ハムさんね、まあ、今の時点で頑張ってますけど、ちょっともうちょっと頑張ってほしいですね。勝ってほしい。そしたらまたゲーム差縮まるんでね。というわけで、ちょっと中野とピロイチバロって応援チャンネル、明日はカスティーヨ選手、庄司選手ということで、夜6時からの試合なんですけど、ちょっとまた配信できたらね、やりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。